日本で開催のワールドカップは中止になったので、まあ、何もかかってはないんですけれども、まあ、できるだけ上位に行けるように最終いい位置でシーズンを終えたいなというふうには思っております。今現在7位なんですけれども、5位以上取らないと多分、ね、ポイント自体は増えないと思うので、まあ、最低ラインベストをちょっと目指して、まあ、頑張ろうかなというふうには思ってます。まあ、試合の風景はちょっと取れないんですけども、まあ、北海道の様子とかね合わせて、撮影できたらなというふうには思っております。それでは行ってきます。宿です。さあしっかり寝て寝ます。寝て明日頑張ります。それでは。今朝の、8時ぐらいですね。今から、一駅移動して、でレンタカーを借りてビバイの方に、行く流れですね。12時ティーオフなんで、結構ね時間実はなくて移動に2時間くらいかかるんで、9時レンタカー借りて11時ぐらい着いて12時からゲーム。1年に1回ビバイではフットボールするんですけど、コースが毎回違うんでちょっと探り探りしながらの、まあ、18ホールになるかなと。ただね、練習ラウンドっていうつもりでは、やるつもりはないです。いたー、でかっ。いきますか。何すかそれ。マフィンみたいなのもらいました。誰からもらったんですか。教会の方にもらいました。おかしいな、教会の人間だからですか。さあ、初日終わった夕方です。ご飯食べるとこ探しに来ました。ここが有名なビバイのデパートです。なんて読むんですかこれ。ショッピングセンターコアビバイ。ちょっと入ってみましょうか。駐車場がないんでみんなこうやって縦にどんどん壁沿いに置いてるんです。何が出るかわからない。いきましょう。取れたら使います。いきますよ。ロープソンがやってる。さあ安村選手はゲットできるのか。
全然外れてる。わかりました。取りやすくなりましたね。わかりました。チャイのボールスは。もう心はどうだ。もう一回行きます。もう一回行くそうです。これ以上いけない。やばいやばい。頼む。え？回って入ってくれそこに。リヴァイは何が有名なんですか？リヴァイは鳥。入ってます。うまい。やばい。超リヴァイ。すごいキンキンに冷えてやわります。お疲れ様です。どうです。アクリル板が。今日はどうでしたか？ボロボロ。パッティングボロボロです。僕は。三井さんどうでしたか？今日は手応え楽しかったです。本当ですか。いいですね。どうでしたか？さっきスーパーでボギー2発しました。あれ OB です。OB 2発です。明日焼き鳥です。2日目終了しました。なんとか膝この見えますか、これこの間いただいたやつをつけてやってます。概要欄に情報貼っておきます。ジンとかわからないんですけど、また、今日で終わりじゃないんで、明日もしっかり、ボール蹴って入れていい結果がついてくればなと思ってます。2日目終了です。暑いです。以上です。2日目の晩は富士観光というところでご飯を食べます。富士観光というところでご飯を食べます。座敷行きます？座敷つらいの。最終日の朝です。ワールドカップが勝っていたらと思うと、ちょっとゾッとする朝なのかもしれませんが、でもその気持ちで、やるべきかなというふうに思います。暑いですね。体感的にはめちゃめちゃ暑いです。今朝の8時ですが、月戦まであと4時間。今日一日you
でしょ。最後ダボりました。デイズの、北海道オープンで優勝できたので、まあ、800点積み上げることができたので、まあ、ランキングの方も、まあ、間違いなく上がっているかなと思いますので、まあ、あとで、この辺にテロップでこれで、2019-2021 シーズンっていうのが、終わりになります。で、まあ、本当はねこの、シーズンは、2020年、まあ、延期になった2021年に、日本でやる、フットゴルフワールドカップの選考会を兼ねたツアーだったんですが、コロナの影響で、ワールドカップ時代は中止になってしまったので、代表の選考とかかかってないツアーでしたが、まあ、なんとか、意地を見せることができたかなっていうふうには、個人的には思います。2023年にアメリカで、フットゴルフのワールドカップ決まってますので、まあ、そこを目指してですね、またやっていきたいなっていうふうには思います。また来シーズン蹴り自慢の人一緒に日本代表を目指して世界で戦うために頑張りましょう。お待ちしてます。それではバイ。